もともと何もないですよ。ただのガランド何もないですよ。え、これってまたメタルスタッグでやってるんですか。ああ、こっちがこの中は開けられるわけか。ああ、すげえすげえ。え、こうなってるんだ。あ、同じ構造なんだ。全く同じです。すげえ、すごい。だまあ天井、これ梁がすごいですね、うん、天井の高さがすごい気になって、少しでもね天井の高さのインパクトになってために、まあ、そういう梁をうまく使って、すげえ本当に見えないところは梁を持ってっていうか。これメタルスタッグってもともと今これ本当はこうなってるって言ってたじゃないですか、うんうん、日本の日本の、うん、上の部分もそうなってるんですか、うん、上の部分はああいうふうにそうやって入るようにはなってるんですよね。あ、そこは一緒。上の部分あれは一緒なんだ、うん、上とか下の、そうそう、下受けはこうなんですね。そう、まあ下も上も同じ素材だけど、そういう受けはあそこにまだ使ってないんですが転がってる。本当だ。感じでバーって大量に買って、え、メタルスタックっていくらぐらいなんですかこれとか。いや、もうこんなの建築材とか高くないですよ。一本数百円とかじゃないですか、ね、マジで。すごいじゃないですけど。え、じゃあこの壁作るのも結構そんなにかかってないんですか。うん、そんなかかってないんですよ。全部で材料費は多分20万円とかな、そんなにしなかったかな。あ、すごい。これ普通に日本じゃありえないね。ここまで開くってここまで開くって、そう、今時もうここまで開かないですからね。怖い。今時もうここまで開かないけど。愛称さんのギャラリーです。はい、こちら。やっぱりこれですね。これはすごく素敵ですね、やっぱね。めっちゃいいですね。アパタイザーですね。わ、すげえうまそう。すごい、四川料理です。四川料理です。これ、出ても大丈夫です。大丈夫です。ですね。四川料理四川料理です香港はめちゃ暑いです。これからイベントです。皆さんがここで集まるんで、ちょっといろいろと重要な話があるんで、自分も今待ってます。結局まだ一度も帰ってません。今がもうちょっとで12時、夜中の。